デフリンピック。その名の通り、ろう者デフのスポーツの祭典。パラリンピックと同じように、4年に1度、2年ごとに夏と冬に開催されている。2017年の夏季大会では21競技が行われ、日本は合計27個のメダルを獲得した。今回は日本ではあまり知られていないデフスポーツの世界を紹介していく。今回紹介する競技はデフ卓球。一般の卓球と競技ルールなどは全て同じだ。かつては世界大会で席巻するほどの卓球王国として君臨していた日本だが、近年は海外のプロ選手が台頭しており、卓球王国復活を狙う日本は選手強化に力を入れている。今回は監督と日本代表選手にインタビューを行った。東京都立大学健康福祉学部では、全ての都民が生き生きと生活活躍できる都市の実現のため、パラスポーツの理解促進とその拡大を目的とした様々な企画を行っている。今回2025年に日本開催を目指しているデフリンピックの競技を中心に、デフスポーツの魅力とろう者の抱える葛藤を紹介していく。2001年の時に自分もデフリンピック の選手として参加させていただいたんだけども、その時は4種目メダル、金メダルを取ることができました。引退した後に美術館卓球を始めたいということで、一緒に卓球を教えながらやっていくうちに、日本の卓球協会から依頼があって監督になったという流れでここまで決まった。はい、私 の兄がいるんですけれども、兄が、昔卓球部に入っていて、でラケットが家に置いてあったので、その家にあるこうテーブルでよく卓球をして遊んでもらったのがきっかけで、自分が中学校の時から卓球部に入ったのが卓球との出会いの、きっかけです。私のお母さんとお姉ちゃんが卓球をやっていました。なんで中学校の部活動に卓球部に入ったのがきっかけです。金属車と使ってブーのパラが強く走って国際大会に出なければいけないというルールがありますので、それとか全くないので、目で見て発達する試合になってくると思います。やっぱりすごく頭を使うし難しい。でも難しいから楽しいし、あとやってくることをに耐えてどう対応していくのか、またその相手にさせないようにするために自分はどうするのかっていう裏を書く、そういう方法の作戦もあるので、そこが難しいけども楽しいと思います。スポーツにおいて音は重要な要素だ。監督からの戦略指示や相手の動く音など戦う上で重要なポイントだが、デフアスリートは音のない世界で戦っている。そんなデフの世界ならではの苦労を聞いてみた。初めて見たのが、前のあとは思いました。ただ世界で戦うのは難しいかなと思います。今の選手の場合は一つ一つの技術ができると思います。ただ試合があった時に、向こうの外国の場合はやっぱりプロ勝たないと成果ができない。でも日本の場合はやっぱりプロが少ないし、まだまだ遅れているので、普通にすることってその後に料理する必要です。そういうところから外国と良くなったか来てるのはあると思います。ダメは怖いんですけど、
卓球練習をしていたときも怖かったです。でも練習後のオフの時はもう優しくしてくれたり面白い人です。卓球について悩みとかあるときにお伝えすると時間を作って対応してくれているので相談しやすい存在です。まあ、すごく厳しい人ですけども、この選手のことを、まあ、すごく、まあ、考えてくださる、まあ、すごい頼りになるという、まあ、印象があります。まあ、私はもともと手話を使わないで、まあ、特に若い時は生活をしてきたので、例えば私が補聴器をしている時はもう手話よりも口話、口を使って話してくれる。また逆に私が補聴器を外している時は、口をよりこう分かりやすくプラス手話も一緒に、話してくださる。選手が、困らないように考えてくださるというのが すごくありがたいなと思っています。今はコロナが来てからほとんどマスクで練習やってるってことも、特に私たちの場合は相手の口を見てコミュニケーションを取らなきゃいけないという面もあるので、今私たちが使っているのはこの両面マスクを使って相手が口を見ながら通話でコミュニケーションを取る方法でやっています。例えば強化合宿の時は補聴器を外して何も聞こえない状態で練習をやるんですけども、練習していただいた後にいろんなアドバイスをいただくことがあるんですけども、これもやっぱり言っていることが聞こえないときやっぱり困っていることが多いので、いつも紙とペンを準備して、動くようにしています。自分は県庁の学校に通ってて、その時に部活とかを基本補聴器を外してやるのがもう習慣になっているので、その時にミーティングとかやるときにみんなの会話がわからないことが多くて、後から近くにいる人に聞いたりとかしているんですけど、簡単なことしか話してこないだろうなっていう感じはします。我々の場合は情報が少ないし、なかなか耳に入らない目があるので、自分から積極的に情報を取りに行く、その人に聞きに行く、その人の場に入っていろいろ教えてもらうということが自分は積極的になってきました。だからマーチューチャーを見れば全くの場所の人もいるので、手話だけで育ってきた子供もいれば、まあ、講話で育ってきた子供もいるので、手話だけで育った人にはきちんと僕も手話で対応できるように、手話でうまく手を切ったりコミュニケーションを取って、講話でコミュニケーションを取れる人は講話を使いながら手話できちんと正確に伝えられるように、でまた耳で入っても全部入らない場合もあるので、その書くものを書いてで目で読んで頭に入れるという方法をやっています。コミュニケーションの人にとって成長にモチベーションを開けるためにはどうするか、だからみんなの場合はできないと思うとやらないという目があるので、できるかできないかじゃなくて、やるかやらないかのどっちかを選手に伝えています。やっぱり最終的に戦うのはやっぱり選手自身たち、選手が強くなので、こっちは
技術をサポートするためにうまくモチベートを出す。私は検討者と会話するときは基本口で見たりしてます。卓球するときは例えばとなんかお願いするときに一本一本とかそういうときに身振りをしてもらうようにしています。とロアさんの時はそこまで大きな違いはないけど同じく身振りでしてもらうようにしています。もともと私が、ろう学校の出身ではないので、手話がまだまだ苦手です。ろう学校出身の人はもう手話がもう当たり前のこの生活をしていたので、その中に自分がこう入っていくためにそのみんなの手話を見て盗んで真似をするというのをもう繰り返して少しでもその自分から手話でこう話しに行く行って少しでも自分をこう受けてもらうということを、まあ、今も続けて、意識しています。コンビニ行くとか何か言ってるんですけど袋と思ったらなんか違って割り箸とかなんか言われるとずれちゃって店員さんもなんか顔の症状がなんか嫌な顔をされる時もあるので難しいなっていうのはまあ困っていてご飯行く時も大人数とかいる時に会話しててなんか今何を話してるのかもわからないことが多くてなんか近くの人に聞いても近くの人もなんかどこから話せばいいかわからないっていうのでなんかあんまり楽しめないっていうこともあります。私は補聴器つけていれば、音は聞こえるんですけども、どこの方向から音が聞こえているのかというのが分かりにくいです。例えば、道を歩いていて例えばトラックの音が聞こえました。例えばトラックが右から来たと思ったら実際は左から来てて目の前を通っていたとか、あとは仕事で打ち合わせの時にこう大人数の人がいてこういろんなそのところからこっちからこっちから発言をされるとなると、本当に誰が今言ったんだろうとか音が重なったりするときもやっぱり聞き取りが難しいのでそういったところがすごく難しくて困ってます。なので、打ち合わせの後は必ず先輩たち、その打ち合わせに参加している他の方に内容の確認をやるように意識をしています。健聴者がいかに音に頼った情報取得をして行動しているかがよく分かったかと思う。この動画を通じ聴覚障害への理解が進むとともにより多くの人がデフスポーツの魅力を知ってもらえたらと思う。世界で戦うデフスポーツ選手たちをぜひ応援してもらいたい。